はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根シャルです。今回もですね、弊社とのご契約していただいた小倉さんのインタビューをですね、続けてお送りしたいと思います。小倉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、この軽貨物のお仕事に、期待していることというのをお聞かせいただけたらと思います。はい、ですね、物流事業自体ですね、いろいろここのところ、変化がですね、見られていると私感じてまして、あるんですね。この応募する前から物流事業自体に関しては、大型のトラックで長距離輸送するとかいうのが、だったと思うんですけども、それ自体がちょっと見直されているような気もしまして、鉄道なんかを見直すとかも含めてですね、大型車で大きくバッと行くよりも、大きな移動はポンとやって、あとはその地域で小さな、自転車も含めてですね、軽貨物等で比較的、ドライバーさんも集まりやすいと、いうことで、運転もその大型車のようなハードル高くないところでやっていくようなビジネスが非常に伸びていくんじゃないかなと思ってますので、そういうところに期待をしております。なるほどですね、はい、素晴らしいですね。視点が本当に的確だというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ということで、小倉さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。